そしてまずお詫びさせていただきます。バニラビザカードですね、あちらの方はちょっと利用することはできませんでした。ということでここからですね、その GoTo イート沖縄の電子券、電子食事券をですね何で購入するのかっていうのが重要なお話になってくるんですけれど、サワディーカップ、こんにちは、ナブです。ナブ沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら最初にチャンネル登録、横にあるベルボタンを押していただければ通知が届くようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、久しぶりに2連続のちょっとお得情報ネタになりますが、前回12月1日に動画アップさせていただきましたが、12月のお得情報、沖縄県民はこういったお得情報を活用してみてはいかがでしょうかっていうような動画を上げさせていただきました。今回はですね、そちらの方でもお話しさせていただきましたけど、 GoTo イート、そしてファミペイの 20% 還元、そちらをダブルで活用すればめちゃめちゃお得になるんじゃないかっていうお話しさせていただきました。ちょっと検証などができていなかったので、ふわっとした内容で終わらさせていただきましたけど、今回はしっかりと検証しました。そしてまずお詫びさせていただきます。前回お話しさせていただいたバニラビザカードですね、あちらの方はちょっと利用することはできませんでした。なので前回の動画のコメント欄にも訂正の内容を上げておきましたけど、バニラビザカードは使えなかったんですけど、ファミペイ 20% 還元は活用できます。なのでそちらの方をお伝えさせていただきます。まず本題に入る前にですね、 GoTo イート沖縄のちょっとだけ振り返りの方をさせていただきたいと思います。概要の方をお伝えさせていただきます。ということで、こちらがですね GoTo イート沖縄のホームページですね。こちらに書いているように 25% のプレミアム付きお食事券になっております。前回の動画でもお話しさせていただきましたけど、使用期限が以前は12月までだったんですけど、今伸びてまして2月28日まで利用することができるので、今購入してもあと2ヶ月3ヶ月ぐらいですね利用する期間ありますので、食事券購入してもまだ利用できる期間は長くありますので、ぜひこちらの方を検討してみてください。そしてですね、食事券の販売期間はちゃんと日程書いてないんですけど、10月22日から、販売が再開したのが10月22日なんですけど、そちらからなくなり次第終了ということになっております。はっきりと日程分かりませんけど、数がどこまで、予算的なところもあると思うんですけれど、もし2月末までにしっかりと利用できるなと思っている金額があれば、ぜひ早めに購入してみてください。そしてこちらの GoTo イート沖縄の食事券ですけれど、こちらに書いているようにファミリーマートで購入する紙のタイプと、あとプレミアム電子券、インターネットで購入する電子のバージョンがあります。紙の方はですね、今回のお話とはちょっとまた別のお話になりますので、今回こちらのプレミアム食事券電子っていう方ですね、こちらの方をお話しさせていただきます。金額はですね4種類ありまして、5000円支払って6250円分の食事券をもらうタイプ、そして1万円で12500円、そして1万5000円で18750円、そして一番高いのが2万円で25000円分の食事券を購入するっていう形になっております。そして利用できる店舗はこちらのポスターがある店舗なんですけど、結構いろんな店舗で見ますよね。小さなお店でもそこそこ利用できるかと思います。チェーン店はほとんど利用できるので、逆に言うとチェーン店で利用しやすいのが GoTo イート沖縄かなっていうイメージがあります。こちらのメニューからですね、利用できる店舗一覧ということで、ざーっと利用できる店舗はいっぱい載ってますので、特に那覇とかは本当に多いですけど、いろんなお店利用できます。そしてちょっと他の絡みで言うと、沖縄再発見キャンペーンですね、ホテルの宿泊とかのキャンペーンで、もし食事付きでないプランとかを選んでいる方もですね、ホテルのレストランなども GoTo イート沖縄で該当している店舗ほとんどだと思いますので、一度確認していただきたいんですけど、多くのホテルレストランで利用することができますので、夕食ですねホテルで取ろうっていう方もこちら GoTo イート沖縄利用できると思いますので、そちらの方の利用もしてみてください。ということで、簡単ですけど GoTo イート沖縄の概要になります。ということで、ここからですね、その GoTo イート沖縄の電子券、電子食事券をですね何で購入するのかっていうのが重要なお話になってくるんですけれど、前回の動画でもお話しさせていただいたファミペイの 20% 還元ですね、そちらの方を活用して GoTo イート沖縄の食事券を購入するっていうのがいいと思います。それではまず先ほどのように、ちょっとファミペイの 20% 還元の概要だけ満たせていただきたいと思います。こちらがホームページになっています。お客様超
感謝祭期間中5000円以上ファミペイ払いすると最大 20% 戻ってくるっていう内容になっております。対象期間は12月1日から12月31日までということで、今月いっぱいのキャンペーンになってます。キャンペーン内容ということで、期間中ファミペイ払いで合計5000円以上のお買い物をして条件を達成すると、期間限定ファミペイボーナス最大 20% 還元です。この条件を達成するとっていうのがちょっとややこしいところになるんですけれど、こちらからキャンペーンの参加条件ということになってます。期間中にファミリーマート店舗で1回1円以上ファミペイ払いでお買い物した方が対象です。ファミリーマート店舗では下記の商品サービスは対象外となりますっていうことになってますが、ここで一ついきなり大きなポイントがあるんですけど、対象外の商品で切手はがきとかいろいろ出ているんですけれど、こちらの赤の米印ですね、ポサカード、バニラビザギフトカード、アップルギフトカードなどは本キャンペーンの対象となりますっていうことで、対象外ではなくて対象となりますとなっております。なのでですね、 GoTo イートの食事券の紙のバージョンはおそらくこの上のですね、プリペイドカード類その他の金券、電子マネーのチャージ、クオカードの発行、このあたりに入ってくるかと思います。しっかりと確認したわけではないんですけれど、こちらのまあ、上に出てますね、チケット、 GoTo イート食事券などって出てますので、対象外の商品が GoTo イート食事券紙で購入すると残念ながら対象外になります。なので今回はこちらの対象となっているポサカードを購入して GoTo イートの電子券を購入することで 20% 還元を受けようっていう内容になります。そして還元率のアップの上限、ここもまたややこしいんですけれど、まずですね、普通に5000以上の買い物をするとこちら 0.5% が通常のファミペイボーナス、そして5000円以上のファミペイ払いで 4.5% 加算されて 5% は問題なくファミペイボーナスいただけます。そしてこのややこしいのが、さらにってこの下に書いているのがですね、街のお店、ネットのお店で利用、最低1円以上のご利用でプラス 5% になります。そしてファミペイ翌月払いの利用、1円以上の利用でプラス 10% になります。こちらの 5% と 10% 両方加算されて合計 20% ということになります。まず一つ目の街のお店、ネットのお店で利用っていうことなんですけれど、こちらはですね、どちらかで大丈夫です。ファミリーマートでファミペイを使うのではなくて、ファミペイのですね、ファミリーマート以外で使うっていうところでバーコードを表示して、ファミリーマート以外で利用することで、こちらの条件は達成になります。前回の動画でもお話しさせていただきましたけど、個人的に分かりやすく、そして安いものが売っているのはダイレックスさんかなと思ってます。ダイレックスでファミペイ払いをすることで、今回こちらのキャンペーンプラス 5% になりますので、僕個人的なお話をさせていただくと、この街のお店っていうのはまあ余計な分を購入することになるんですけど、実際に還元対象になる分はあまり考えずにですね、ちょっと無駄遣い的なもので普段購入しているものをダイレックスさん、まあ、炭酸水とかお水とかペットボトル一つとかをですね、ファミペイ払いで購入しようかと思ってます。そうすることで1円以上利用することができますので、今回の 5% 対象になります。もちろん街のお店でですね、しっかりいろんなものを購入して 20% 還元を受けるのも一つの方法だと思うんですけれど、今回お話しさせていただいている GoTo Eat でがっつりとですね、しっかりとこちらの20% 還元を受けようという意味では、街のお店は簡単なもの、まあ最低ですね、ダイレックさんに売ってるかなと思うんですけど、うまい棒とかそういった本当に10円とかそういったものでもいいかなと思います。僕としてはそういった使い方をお勧めします。いかがでしょうか。そしてあとこちらファミペイの翌月払いなんですけど、ちょっとファミペイの翌月払いについて詳しくお話しさせていただくと、だいぶ動画が長くなるので、ちょっとざっくりとだけお話しさせていただきますけれど、詳しくはこちら見ましょうか。こちらですね、ファミペイ翌月払いっていうことで、ファミペイってもともとはチャージしてないと支払うことができなかったんですけど、この翌月払いを設定することでチャージ金額がなくても上限いくらか設定するんですけど、その上限までですね支払うことができて、その翌月にまとめて精算することができます。なのでですね、こちらメルペイの後払いとまあ若干似てるんですけど、メルペイの後払いは精算はまあ自分でするっていうような形になると思います。残高に付与したりして精算するんですけど、ファミペイはですね、その翌月の27日だったかな、その翌月にですね、指定した銀行から自動的に引き落とされます。カード払いしたものを後から引
き落とされるような感じで、同じような感じで銀行口座から引き落とされます。なのでその点はちょっと違うんですけれど、まあ気をつけなきゃいけないのは、普段使っていない銀行口座で設定すると清算するときですね、その翌月払いの時に引き落とされなくなるので、その点は気をつけなきゃいけないんですけれど、翌月払いにしてもですね、利子などは特に発生しないので、その辺は結構気軽に使えるものかなって個人的には思ってます。メルペイ後払いも結構ガンガン使ってるので、ファミペイ後払いも実際に現金でチャージする手間を考えたら翌月払いでもいいのかなって個人的には思ってます。ということで、今言ったファミペイ翌月払い 10% 還元プラスになります。しっかりとファミペイ翌月払い利用してプラス 10% でお得に買い物 GoTo イートいただいてしまいましょう。こちらがその 20% の概要というか、まあ、例ですね、例になってますが、ファミペイ翌月払い利用を含め1万円のお買い物をした場合ですね、これは街のお店、ネットのお店利用なしの場合か、そちらではなくて、こちら最大 20% になるパターンはないんですね。こちら 20% になるパターンないんですけど、しっかりとこちらに最大 20% 還元で書いてあるので 20% にはなると思います。ぜひしっかりと 20% 分ですね。そして最大の還元ポイントが2000ポイントになってます。なので支払い、実際に利用する額としては1万円が上限になりますので、その点は気をつけてください。そしてファミペイボーナスのこの加算時期ですね、この申請時期がまあ結構遅いんですけれど、2月17日になっております。有効期限があるボーナスで、有効期限は4月30日日までになりますので、この点は気をつけてください。まあ、先ほど言ったファミリーマートで以外での使い方ですね、こちらの絵に書いてあるように、このファミペイの普段のバーコードの下にですね、ファミリーマート以外で支払うというボタンがあります。そうすると違うバーコードが表示されて、それを見せて決済するか、またはバーコードを読み込むような設定もありますので、バーコードを読み込んで決済すると街で利用するっていう形になります。繰り返しになりますけど、街のお店で利用してプラス 5%、 そして後払いしてプラス 10%、 そしてしっかりと5000円以上利用して、元々の 5% もゲットして 20% 還元受けていきましょう。ということで、今お話したですね、ファミペイの 20% 還元を利用して GoTo イート沖縄のチケットを購入しようというところなんですけれど、先ほどもお話ししましたように、ポサカードを購入して今回の GoTo イートを購入しようと思ってます。なんですけど、最初に冒頭で謝罪させていただいた通り、今回バニラビザカードは利用できませんでした。その理由はですね、クレジットカードの支払いの時に 3D スキャン個人認証だったかな、単純にクレジットカード番号、有効期限や、あと後ろの3桁の番号とかですね、コードかな、そちらの方を入力するだけでは決済は終わらなくて、さらに個人認証することで決済が完了するようなクレジットカードしか利用できなかったようです。残念ながらですね、バニラビザカードはその 3D セキュアの設定がですね、できないんですよね。なのでバニラビザカードはですね、残念ながら GoTo イート沖縄に利用できません。なんですけど、利用できるポサカードがありました。そちらがですね、 T マネーっていうものになります。 T マネー、 T ポイントがやっているで合ってますよね。 T ポイントを T マネーに変換して、まあ、クレジットカードのように利用できるようなサービスなんですけれど、まあ、実は昨日ニュースでヤフーが T ポイントから撤退するようなニュースがあって、結構大きな話だなと思ってるんですけれど、そういったことに負けじと頑張ろうと T ポイントがしてるのかもしれませんが、 T マネーを利用して GoTo イートを購入することでお得にいただけることができます。それではちょっとここでですね、実際にあの T マネーカード、実際には買わなかったんですけど、実はバニラビザカードを買ったんですけど、バニラビザカードにも GoTo イートを買えると思ってバニラビザカードを購入したんですけど、ファミリーマートでですね、こういったものがあるよっていうのを撮影させていただいたので、ちょっとそちらの方をぜひご覧ください。はい、どうぞ。ドーンということで、ポサカードを購入しにこちらファミリーマートへやってきました。ファミリーマート入っていきます。シューということで、この辺りがポサカードエリアですね。そしていろんなポサカードあります。一般的のはアマゾンギフトカードですね。そして目的はこちら、もうラス1しか残っていないこちらのバニラビザカード、こちら購入して GoTo イートの中にチャージできるか確認したいと思います。ちなみにもう一つのお話、 T マネーカード、僕はポイントとかでチャージしましたが、 T マネーカード3000円分購入するのはこちらですね。こちら購入すればいいです。あと、いつもありがたいことにファミペイさんはビールを時々いただける、アルコールを時々いただけるんで、こちら無料クーポンもらってるので、こちら1本いただいていきます。ということで、裸ですが購入完了です。
ということで実際にバニラビザカードを購入してきました。そして先ほどから何度も言ってますが、バニラビザカードでは GoTo イート沖縄は購入することができません。その点ぜひ気をつけてください。その代わりにですね、先ほど言った T マネーカード、そちらの方を購入してください。もし問題なければですね、個人的には T マネーカードを1万円分購入してしまってもいいのかなと思います。そしてその T マネーギフトカードをですね、自分の T マネーに設定して T マネーを使って GoTo イート沖縄を購入してください。そうすることで20ドルになると思います。ぜひやってみてください。ということで、ちょっと T マネーの設定というかですね、ちょっとややこしいんですけれど、こちら右下のマイページを見ると、こちらに T マネーの金額残高が出てます。すいません、僕0円になってるんですけど、もともと5000円以上あったんですけど、実際に購入してもう GoTo イート購入しました。そして残高0円になってます。設定するとこちら詳細を確認する、真ん中の詳細を確認するを押すと出てくると思うんですけど、こういった形でですね、上から決済する、そして登録情報、カード情報、本人認証など出てます。そしてこのマスターカードのカード認証確認のところを押すとですね、すいません、また番号認証出るんですけど、この番号認証を1回するとクレジットカードの番号が出てきます。有効期限なども出てきますので、それをですね、しっかりとどこかにメモってください。メモらないとまた確認するためにこの10円取られてしまうので、もったいないので、ぜひどこかにメモってしっかりと保管しておいてください。僕もちょっとメモって保管しています。なのでちょっとその点気をつけていただきたいのと、あとこちらの下に書いてる、先ほど言っていた 3D セキュアですね、本人認証ですね、こちら下で設定することができます。こちらもまた番号認証をしてから別のですね、暗証番号を設定するようになりますので、そちらの設定をすると GoTo イート沖縄もしっかりと購入することができますので、ぜひしっかり設定して GoTo イート購入してみてください。ということで以上でですね、今回の GoTo イート沖縄をファミペイを使って、さらに T マネーを使ってお得に購入しようということになります。 GoTo イート沖縄の1万円の食事券、1万円で購入すると1万2500円分の食事券がいただくことができます。そして1万円分をファミペイで決済することで、ファミペイボーナスが2000円分、ポイントや GoTo イートの食事券として戻ってくるので、非常にお得な買い方になっていると思いますので、ぜひ皆さん検討してみてやってみてください。ということで本日はちょっとややこしいお話しさせていただきましたが、 GoTo イート×ファミペイ×Tマネーのお話しさせていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいております。この動画が役に立ったなと思っていただいた高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。